はい、今回は「悪い運気を断ち切る」。 あるいは不運を断ち切ることに有効なスピリチュアル的発想ということで、えー、お伝えしていこうと思います今回も、えー、よろしくお願いいたします、まあ、ちょっとね最初にあのお断りいたしますが僕はあのこういったまあスピ,スピリチュアルなスピリチュアルの話を取り上げたりもするんですけど結構スピリチュアルの話って苦手なんですよじゃあなんでこの話するのっていう話なんですけどまああのまあリスナー様とかでですねまぁ、あ、いつも聞いていただく方とかまああのまあいろんなことを 教えていただく方があのいらっしゃるんですが、まあその方たちにあの一回言われたことがあるんですね。まああのいつもいろんな話を、えー、させていただいて、えー、まあ皆さんに聞いていただいてとても感謝してるんですよ。ただあまりですね、その真面目な話であったり、まあそのね、えー、まあ難しいっていうかまあ僕も結構難しい話をあのまあ背伸びして挑戦することがあるんですけど、そういう話ばっかりですと、まあ聞いてる方がまあ疲れてしまうと。で確かにまあそうだなとまあ僕も思うんですよ。 だからこういった話をさせていただいて何かしらの気分転換ということで少しでもお役に立っていただければと思うのでそんな感じで聞いてください参考程度ということだし信じるか信じないかはあなた次第ということですしただこういった話を取り上げるにはきちんとそれなりに一応調べましたただ何が本当かということは分からない別にこういった話をするのはなぜかというと先ほどお伝えしたようにリスナー様の何かの 役に立っていただけるものがあればという、まあ、そういう、まあ、思いというかそういった、まあ、あの願いというか、まあ、それがあるんで、まあ、そちらを、まああのまあ、ご理解というか、まあ、組んでいただけると、まああのまあ、何よりですということで、はいえー、そんな感じで今回こちらの件、えー、お話ししていこうと思います。 まずですね、まあ、僕もそうですし、まあ、皆さんもそうですが、こういうことを思ったことある方いらっしゃると思うんですよ。不運を断ち切るとかね、あるいは悪い運気を断ち切るにはどうしたらいいのかと、そういうことを思ったことある方いらっしゃるんじゃないですか。僕はあの、まあ、少し前まで、まあ、今もそうですけど、まあ、そういうことに、えー、悩んでいたことが、えー、あります。なかなかね、やっぱりあのうまくいかないですから、まあ、仕事とか、うんまああのまあ、僕 YouTube とかさせていただいてますけど、まあ、皆さん聞いていただいてるんで、本当感謝の限りですが、別にそんなね、 うまくいくっていうそういうこともないんでいろいろねしながら考えたり試行錯誤しながらどうなのかなとか悩むことっていうのもあるしみんなね仕事とか家事とか人間関係とかそういうことで悩むことがあると思うんですよその人々の悩みっていうことで言語化できないんですよこのスピリチュアルな世界とかこういったものっていうのは別に僕もさっき言いましたけど不得意です目に見えない要素があるから別に全て 信信じじるわわけけででももななないいいしてをこれっていうのはまあどういったことかなぁとまあ、そういうことをまあ調べて、えー、解釈っていうまあことなんですよ。だからまあ参考にっていうようなことでね。でまず、えー、こちらはあどちらかというと有効,有効っていうのは効果があるなぁと思うんですが。 まず、えー、悪い運気を断ち切る不運を断ち切る、えー、ものにですね有効的なこれは方法ということでこれは聞いたことあると思うんですが掃除をするといいっていうことなんですよ聞いたことない,でないですか運気が悪い時とか悪い運気があ,ある時っていうのはさらにその悪い運が悪い、えー、気を引き寄せるということで、えー、悪循環に回るんですよだからどっかで一回それを断ち切って、えー、いい、えー、流れ、えー、いい運気の循環を、まあ、作りたい わけですね、だ例えば人間関係がうまくいかないとか仕事が、ね、うまくいかないよく失敗するとか、まあ、そういうことってあると思うんですよ皆さんも、まあ、僕もね僕はよくありますからでそういった時に、えー、具体的に、まあ、どうしたらいいのかっていう話なんですが。 ま家の掃除をした方がいいって言うんですよ。これ聞いたことある方いらっしゃると思いますが。で、まあ、掃除する箇所っていうのは、えーまあほ、ほぼほぼ決まっておりまして、2つと言われてるんですね。えー、玄関、まずあの、きれいにするっていうことがあのいいんですよ。まあ、僕、そんなにきれい好きじゃないですけど。 まあ僕もあの何かにつまずいた時あのね、えー、部屋を掃除してますんで、いろいろ掃除しながら、まあ、考えると、でまあ、掃除してきれいになると気分転換になるんで、えー、ちょっと頑張ろうかなっていう,、まあ、そういった前向きな気持ちになるっていう,、まあ、そう,いう話なんですが、まず玄関の、まあ、掃除をするっていうことですね。あの玄関からあの運気いい運気も悪い運気も入っ,てるって入ってくるって言われてるんで、えー、玄関をきれいにすると、まあ、いいんじゃないかなっていうこと。でそのね、やっぱりそのスピリチュアル的な 子供もそうですが玄関をきれいにしておくと、えー、いい運気が入ってくると言われてるんで、えー、まあ、別にお金もかからないしね、えー、やっぱりきれいな方がいいじゃないですかっていうようなことを思いますあと2つ目がまあ、トイレ掃除っていうことですね、えー、このトイレ掃除っていうのも聞いたことありますがまあトイレを掃除することによって、えー、自分の心も掃除するっていうね、えー、結構スピリチュアル的な、えー、ところなんですがでトイレっていうのは用,用を足すところです のでえー、まあそういったところからまあ、汚いのも良くないし、えー、悪い運が落ちてるとかっていうのも言われるんで、えー、まあトイレ特に床とかですね床もあの綺麗にしておくとまあ,あのいい運気が呼び込めるんじゃないかっていうまあそういった、えー、話だからこれっていうのはこスピリチュアル的な話もありますし、えー、なかなかね、えー、言語化しづらいところもあるけどまあ、言われてみればそうかなと思うしね別に <laughs> これポイントはね 玄関の掃除もトイレの掃除もお金もかからないじゃないですか。だかこういうお金のかからないことでやって、えー、いいなって思うことがあったらやってみれば、やってみていただければと、あと参考にしていただければと思います。あとはですね、えーまあ、このスピリチュアル的な考えがまあ強,強いのかもしれないし、僕はちょっと男なんで、えーね、どうかなと思うんですが、女性の方とかも、まあ、男性の方もそうかもしれないけど、スピリチュアル的な観点から考えるとですね、えー、髪を切りたくなるっていう、まあ、そういった心理が ああるんですよあの、まあ、僕は髪短いんでその髪を切りたくなるなるもん何もないんですけれどもあの髪を切りたくなるっていうまあその心理あるいはスピリチュアル的な効果っていうことなんですけれども髪を切るっていうことで、えー、まあ、その厄落としの効果が得られるっていわれてるんですよ。 ああのををを切る切るるるるるるいいいいは髪を手入れすすすとととううここでで落としをするつまりいい運気が、えー、やってくるっていうことですだからあのこういった話も聞いたことあるかもしれないんですが失恋したとね、えー、失恋したとき髪を切るとかっていうじゃないですかでこれ髪を切ることによってその役落としの効果なんですね今までの恋愛今までの関係を一度断ち切ってそこから新しいところに進んでいこうとまあそういったことなんじゃないかなとでこれも別にね、えー、髪を切るって言ってもまあ 高いところあるかもしれないですけどまあ数千円ぐらいでしたらね、まあ、気分転換にできないこともないかなっていうことで、まあ、僕は床屋なんで別にそんな <laughs> あのね、えー、1500円ぐらいですけど <laughs> うんっていうことだと思いますで、えー、次なんですね ここら辺から結構スピリチュアルの要素がまあ強くなってくるので実際にこちらはこういうことが言われてるんですが運が悪い時にスマホを変えるといいとかって言われるんですよでこれもスピリチュアル的な要素があるんですがスマホのボディを変えるって難しいじゃないですかボディって本体ね、うん、まあ皆さんあの使ってるとうかどういう風にされてるか分かりませんけどあの運が悪いとかあそういったね、えー、例えば <coughs> 不運が続くっていうとスマホを変えるとかっていうことが言われるんです スマホを変えるといいとかっていう運気が上がるとかって言われるんだけどスマホのボディを変えるって難しいじゃないですか例えばなんかあの何分割中でお金を払ってるとかっていうのもあると思うんで人それぞれだと思うんで。で そこで出るのがスマホのカバーを変えるってことなんですよね。で、これ何がスピリチュアルなのかっていうと、あの、常日頃から使っているものを変えると気分転換になるんですよ。だから常日頃から使っているものを変えるイコール気分転換になるイコール運気が変わると。今まで悪かった運気をいい方向に変えると。だから別にこれもね、例えばスマホのカバーって言ったら分かりませんけど、数千円ぐらい。で、そんな毎回毎回変えるわけじゃないですから、うん。 あのー、そういうのがいいんじゃないかと思います。で、今回ね、一応ちょっと調べたんですよ、あのこのコンテンツなんで、まあ、どういったカラーがいいのかなっていう、まあ、ことで,で、いくつかあったんですが、まあ、皆さん的にどうかなと思うことで、まあ、3つお伝えしていこうと思います。1つ目ですね、スマホのカラーの赤,赤色って赤ねレ、レッドですね、レッドにすると全体的に運気が上がるということで、ちょっと分かんないけど、あんまり赤のカバー見てる人を、持ってる人見たことないなって思うんですよね。 で続いて、えー、緑は人間関係が良くなるっていう、えー、話なんですよ。で、えー、白は健康運が上がるっていうことなんですよ。で、例えば僕なんですけど、僕はこれ言ったら、笑われるかもしれませんが、スマホにカバーをつけてないんであ、ボディのまんまですっていうことでね。だから別に、さっき言いましたけど、別にこの話をぴったり信じてるわけでもないし、あのじゃあカバーつけろっていう話かもしれないけど、なんか僕、カバーつけないんですよ。カバーつけないというか、まあ、格安のやつなんで、えー、そんなにまあ、 あのー、っていう感じなんですよね。と、えー、いうことで、まあ、ご参考にしていただければと思います。あと最後にですね、これはちょっとスピリチュアルプラス、うん、まあちょっとっていうことで、うん、お伝えしていこうと思うんですが。 まあ、悪い運気を断ち切る、あるいは不運を断ち切るっていう、まあそういったことなんですが、その時にどういった行動をしたらいいのかということで,で、えー、まず一つなんですが、自然と触れ合うということがまあ大切ってことでね、うん、あの自然と触れ合う、えーまあ、とてもいいと思います。あとですね、この話をすると意見が割れるんですが、僕はこれはあのこうだと思っていて、まあ、皆さんがもし思わなかったらごめんなさいっていうことで言うんですけど、まあ、神社に行くっていうことなんですが、まあ、神社に行くって言っても、ここから先がポイントなんですよ。神社に行って、えー お祈りしますけど、お賽銭しないです。これ聞いたことあるんで、僕あのその詳しい人にあのお賽銭必要がないんですよ。あんまり言うとね。不謹慎だとかって言わ,言われるけど、これはそのスピリチュアルの結構詳しい人にも直接聞いたら言ってました。お賽銭いらないって。なんでかって言ったら、神様は人間にとって金を必要としていないから。 だから別にお金を、おさい銭を投げるかどうかっていうことで願いが叶うとか、そういったことではないんですよ。お金なんて投げなくたって別に関係がない。そ,その、僕の知ってる人って結構スピリチュアル世界に詳しいというか、スピリチュアル世界にね、結構なんか信じてらっしゃる方なんで、その方にも聞いたし、その方のまあ本当お詳しい方にも聞いたら、神社に行ってもおさい銭いりませんよって、別におさい銭入れたからどうこうならないしっていうことなんで、だから、 あの皆さんもあのー、神社に行って別にお賽銭をせずに、まあ、祈るといいと思います。僕は単純に神社に行ってお賽銭せずに祈りますが、まあ、特に何にもこのスピリチュアルとかっていうのはわからないけれど、ね、祈ってる時になんとなく心も落ち着くじゃないですか。で、えーまあ、いろいろあることがあってもまあ、そこで心を落ち着けて、えー、またねちょっとまあ、な,なんかいい本に循環してて頑張ろうかなっていうことをまあ、思うっていうまあそのようなお話でした。あの皆さんも もね、こういった、まあ、悩みを持ってらっしゃると思うんで悪い運気があ今あるなとかね今不運だなとかっていうことで、えー、悪い運気を、えー、断ち切るとき不運を断ち切るとき、まあ、どうしたらいいのかっていうことを、えーまあ、ちょっと言語化するのが難しいんですがスピリチュアル的な観点からも考えながら、えー、今回お話ししてみました、えー、何かリスナー様の参考になっていただける点が一つでもあれば何よりですっていうことで今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼しま